ウンビボは、オーストラリアの会社である、QSR インターナショナル社が開発した、質的研究支援ソフト。クダソフトは、客ですとも呼ばれる。クダソフトは大量のテキストや様々な形式の、質的データに対して深いレベルの分析を必要と、する質的研究の研究者を対象として、開発された、研究支援ソフトである。ビボは、人類学、心理学、コミュニケーション、 社会学などの社会科学、法医学、観光、犯罪学及びマーケティングなどの分野を含む学術機関、政府機関、保健研究及び市場調査などの幅広い分野にわたって使用されている。最初のんびぼソフトウェア製品はニュードイストという名称であり、1981年にトム・リチャーズンが開発した。その後、1997年までは、 ニュードイストの名称を使用し、N4 n、N5、N6 を経て2002年より n v i となる。以後、n v i が製品名として使用されている。日本では2007年に世界初の日本語版質的調査プログラムとして n v i 7日本語版がリリースされた。2018年10月に n v i 1 2 2のアップデートが配信され、自動音声文字起こし、サービス。 ウ i ビ o トランスクリプション機能がリリースされた。ウ i ビ o は、非数値データや非構造化データである質的データの整理、分析の支援を目的としている。ユーザーが情報を分類、並べ替え、整理することを可能にし、データ内の関係を調べ、リンク、シェーピング、検索、分析を組み合わせることが可能。 ウンビボでは検索及びクエリ機能を使用した多様な方法でデータの追求、仮説の検証、傾向の特定が可能。ソフトウェアで観測を行い、ケース、またはプロジェクトをサポートする核となるエビデンスを構築することができる。ウンビボは、ネットワークや組織の分析、行動やエビデンスベースの研究、談話分析、グラウンデッドセオリー、会話分析、エスノグラフィー、 文献レビュー、現象論、混合研究法、フレームワーク手法など、幅広い研究手法に対応している。対応しているデータフォーマットには、オーディオファイル、ビデオ、画像、ワード、PDF、スプレッドシート、リッチテキスト、プレーンテキスト、ウェブ、ソーシャルメディアデータなどの様々なデータフォーマットがある。ユーザーは、マイクロソフトエクセル、マイクロソフトワード。 IBM SPSS Statistics, エンドノート、マイクロソフトアンノート、セルベイモンキー、エバーノートなどのアプリケーションとデータを交換可能。トラクライウェブを使用して、Nvivo プロジェクト内から書き起こしを依頼することができる。現在流通している代表的な管ソフトとしては Nvivo、a d l a s T, Max Coda がある。社会学者の樋口真理は、 質的調査法の教育における下ソフトウェア利用において、NVivo11,MAX c o d a 1 2 a d l a s t 7の3ソフトを比較している。そこでは、Adlass-T7 は、グラウンデッドセオリーアプローチのように、抽象度の低いコードを細かくデータに振っていくという作業を重視していると考えられた。NVivo11 はコーディング作業画面の特徴に加えて、 コードの主要な整理機能として、コードを樹上図の形でまとめ、上位、下位のコードというように階層化して分類する方法を採用していることから、m ビボ十1 1には理論的枠組みに従ってコードを演劇的にデータに振る方法が適していた。MAX コーダ12はデータの細かな文脈を反映した、抽象度の低いコードから分析を進めることを重視するアトラス、テナナと、 抽象度が高い高度をデータに振り、データの分類に力を入れるンビボ11の中間に位置するソフトウェアと考えられると述べている。また、樋口は、質的データ分析支援ソフトウェアの機能と背景に、ある考え方において、ンビボには、データを多様な角度から俯瞰して、データの全体的特徴を把握することをより重視していた。その考え方は、データの分類を目的とする。 コーディング機能に現れており、コードを階層化して概念を作成する方法に適合的であった。また、コーディング機能を概念の構築手段としてのみ捉えるのではなく、量的データとの関連付けや自動コードにも使用することで、ミックスドメソッドアプローチやテキストデータの軽量的な分析など、より多様な方法への対応が目指されていた。とも述べている。ありがとうございます。